皆さん、こんにちは。今回はシーサイドレジャーオーダー引くべきっていうことで、これなんか狙った方がいいスキルあんのかなっていう話なんですけど、まあこういう質問もあったのでちょっと答えていこうかと思います。このオーダーね、まあ質問だとこの探検がなんか一番強そうだけど、これ引くべきかみたいなことだったんですけど、これスキル持ってなくても無条件に強いんじゃないかって始めたての人思うかもしれないんですけど、これ水属性のスキル使用時に攻撃力がこう1000、3000、5000って上がるんですけど、この1連結目の時に1000上がって、1連結目の時に攻撃する時だけ1000上がって、2連結目で攻撃する時に3000上がって、これ1000、3000、5000って積み重なるわけじゃないですよ。1連結目攻撃時に1000上がる、2連結目攻撃時に3000上がる、3連結目攻撃時に5000上がるって感じなんで、まあ水属性ダメージも50、100、150って上がってくんで、まあ、これだけだと、まあ、攻撃力しか上がんないんで、そんなに強くない上に、まあシリカ2枚要求っていうのも大きいし、まあ3連結目で残水の探検を打てれば、モッド並みの火力が出るんですけど、これを引く人が、残水の探検のスキルを持っているかっていう話なんですよ。まあこういうやつとか、まあこういうやつとか。まあこれもそうですけど、ちょっとスキル威力低めなんで、できればスキル威力高いやつがいいんで、そういうの持ってるなら強いんですけど、まあ持ってなくてもまあ攻撃力が上がるから、まあそこそこ強くはなるんですけど、俺は残水のソードスキル探検のやつがないんだったらあまりおすすめはしないですね。で、まあ残水が効くボスって言ったら、まあ最近出た、まあカオス215の ホワイトフィルムカオス、ゼーファンのカオス化したやつなんですけど、まあ冥黒白竜とか黒いんだか白いんだかどっちだよみたいなやつなんですけど、まあこれが残水効くんで、まあこれにやるくらいなんですけど、まああとは81層フロアボスとかなんですけど、まあそれやるかって話、俺、ほとんどの人はやんないと思うんで、俺これはあんまりおすすめはしないっていうか、なんか結構上級者向けみたいな感じはあるんですけど、まあこれ自体がリズベットのスキルなんで、まあこれめちゃくちゃ強いって言われてる、これですね。これが、まあリズベット条件で、まあ1枚入れると、スキル威力プラス200%なんで、これがね、使えるっていうのはすごく大きいと思うんですけど、まあ何かしらリズベット条件があるやつ、組み合わせたい時ですね。そういう時にいいと思います。まあこれもリズベット1枚だし。探検でリズベットって珍しいですね。あとね、これがね、攻撃力が防御力かける1上昇ってあって、で、残属性の弱点ダメが10%ってあるんですけど、俺が持ってるこういうやつですね。この防御力が攻撃力、あ、違う、防御力がじゃない、攻撃力が防御力かける1上昇で残弱15%のやつ。え、これあると、まあ、これ自体が残弱15%で、これが残弱10%なんで、で、これ、消費モッドスロット枠2枠なんですよ。で、こっちが1枠なんで、1枠と2枠でどっちも入れられるんですけど、さっき見た希望の一撃キリトと合わせると、まあ、希望の一撃キリト残弱15%なんで、これの10%と合わせて、まあ、25%になるんですよ。残弱ダメ。で、25%っていうと、例えばですけど、このフレームコンバージョンってあると思うんですけど、こういうなんとかコンバージョンみたいにパワーライズについてるような属性ダメージ、これが25%なんですよね、貫突すると。それと同じ数値なんで、かなり強いですね。で、特に、まあ、直剣モッドって攻撃力が、防御力かける2分上がるから、攻撃力過多になるんで、なんか属性ダメとかクリティカルダメとか、そうダメージ系ですね、上げると釣り合いが保ちやすくて、よくクリティカルが出る敵に心眼いっぱい入れたりとか、いっぱいとか、まあ、ちょっと多め、まあ、1枚、2枚、3枚、わかんないけど、まあ、2枚とかわからんけど、入れて、やると強いみたいなのは言われてたんですけど、やっぱその弱点ダメージが上がるんで、もうすでにね、この攻撃力が防御力かける1上昇の素材をすでに持ってる人だったら、これがマジで強い。その配布の双剣士の記憶優勝とか、まあオーダーで滅多に当たらないって言われてるその眼帯アリスとか、そういうやつより威力が高いんで、威力っていうか、まあ追加効果が強いんで、すでに持ってる人は価値あるんですよ、引く価値が。ただ、
多分これがオーダーで出ちゃったんで、もう一つのこの2枠使うやつ、これの2枠バージョンがまた出るかっていうと、ちょっと出にくいの、出にくくなってくるのかな今後みたいな感じがするんで、始めたての人は、まあ、創建士の記憶友情があるんで、ちょっとこれはおすすめしにくいし、まあ、これはね、突属性で攻撃時に攻撃力800上昇って効果があるんで、まあ、突属性が使うんだったらすごくいいんですけど、まあ、このね、やけど追い打ちがね、すごい使いにくくて、まあ、この動画ね、やるためにちょっと調べたんですけど、弓でやけど的に付与するようなスキルって、これ1枚しかないし、しかも一定確率って書いてあるから、まあ、やけどになるかどうかわかんないし、もう使うとしたら、なんかソロで、まあ、小春に、なんかやけどになるスキルとか持たせてやるしかないけど、やけどっていうのも、その片手コンとかにもなかなか、片手コンあんのかな？なさそうな気がするし、探検も、あんまりなかったような気がするんで、なんか小春に片手コンとか持たせる、片手直剣か持たせたりすることになっちゃったりすると思うんで、そのやけどっていうのもちょっと使いにくいんですけど、どうなんだろう、タンクとかバッファーがやけどみたいな、やることもな、なんか縦スキルでも縦傷も使わないしな、あんまり難しいし、まあ、戦線維持が、なんかちょっとその火事場弓使う人は、忍者サチ打ってもいいんですけど、その忍者サチってその最大 HP 上昇のバフ効果中に、HP が3秒ごとに 99% 減少っていうデメリットがあるんで、まあ、こういうね、最大 HP が上昇するバフ効果と一緒に使ったりもするんですけど、それだと残り HP が1になってしまって、で結構その31層迷宮区の火力とかすぐ死んじゃうんで、例えば裏セットに HP 調整のためにその最大 HP 減少デメリットのインゴット積んだりして、その裏セットの武器につけたりして、まあ最大 HP 大体3万とか3万6千とかにして、でメインセットに戻して、まあ 1,2 発耐えられるくらいにしてなんか回ったりするんですけど、戦線維持があると、まあ、突属性で攻撃時に攻撃力が800上がるって言っても、まあ、なんかその火事場バフをかける種類が多分多いっていうのもあるし、モッドの素材がそのタゲガイ火事場って言って火事場効果だし、まあ、他にもね、勝負 C4 とかね、いろいろ使う人いると思うんですけど、そういう全部のバフ効果が弱まってしまって、このね、攻撃力800とか問題にならないくらい、そのバフの方が強いんで、回復してしまうとちょっと威力が弱くなってしまうっていうのがあるんで、これがすごく使いにくいんですけど、まあ、タンクだったら、まあ、戦線維持持ってない人はこうタンクとしてね、これを使うっていうのがいいと思うんですけど、これもなんかどうし、まあ、シノンのスキルだからシノン条件満たすのにいいかもしれないんですけど、例えばこの青バラキリトとかね、そのシノン条件なんですけど、基本的にシノン条件って、まあ、弓で使うこと、なんていうの、弓のスキルでシノン条件ってあることが多いんで、あんまり使われなさそうな気はするんですが、なんか始めたての人にちょっとおすすめしにくい感じはあるんですよね。ちょっと難しいですね。これもなんか突土って今ギルランが弱点、突土のレイドボスなんで、まあそれに使うっていうのもあるし、まあ、56層ダンジョンですね、残属性のクリティカルダメージだっけ、これをね作るためのね周回、あこれ弱点ダメージじゃないんだ、残属性スキルのクリティカルダメージなんだこれ、まあ、こういうのをね作るために、まあ、ギルラン用ですけど、まあ、まあ、周回すると思うんですけど、まあ、それ弱点が突土なんで、まあ、あるといいかなって感じで、このオーダーもなんかはっきり言うと、本当に始めたての人にはおすすめしないです。まあ、どっちかっていうと、もうすぐ来るシノンバースで引いた方がまだいいかなっていう感じはあるし、まあ、あとはよく聞かれる、今どれ引いた方がいいのっていう感じですけど、まあ、このパンクロックガールズオーダーとか、まあ、いいスキル入ってはいるんですよ、まあ、こういうやつとかね。入っているし、まあ、これもね、ステップ3式で、まあ、いいの入ってるんですけど、どっちもステップ3式で、なんか、重課金用って感じがするんで、
このステップ3式はなんか10周しても欲しいやつが出なかったって言った人もいたくらいで、まあそんなことをまずないと思う。だいたい5周、まあ、何周ってこのステップ3まで引くことを1周って言うんですけど、まあ、だいたい5周6周とかでまあギリ出るかなみたいな感じらしいんですよね。引いてる人から聞いたんですけど、まあだから本当にジェムが残ってないとおすすめもしないし、まあこれは楽園っていうね、これですね、モロコシリーズ、まあ、こういうやつが引けたらいいんですけど、まあ確率低いし、まあ一応直径もっとあるんですけど、まあやけど状態の敵にっていう、まあ条件もちょっと厳しいのかな。まあ厳しくはないけど、まあ厳しいかな。でも使いにくいですよね、やっぱり。あとこの水天タイヨタウとか、まあ焼きそばイギルとか、まあ当たったらすごくいいんですけど、俺はあんまりおすすめしないんで、本当に始めたてだったら、あ、これはあれか、命の輝き、優位も入ってるのか、突、闇のあれか、片手裂いてるの。いや、でもなんか始めたての人におすすめしにくいから、まだ引かずに貯めておいた方が俺はいいと思います。正直これの中より、シノンバースデーの方が、俺はすごくいいと思う。まあ、カジババフもね、入ってるんで、シノン、多分ね、シノンのスキルいっぱい入ってると思うんで、俺はそっちの方がいいのかなって個人的に思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。